はい、ナマステ。えっ、ー、と、このビデオは反転授業の2本目のビデオになります、えー。2本目のビデオでは反転授業ですること、できることについてお話をします、えー。つまり反転授業で、ビデオでどういうふうに授業の前に説明することができるかっていうことですね。説明とか練習ですね。はい。えーで まず一番がその説明とか、えー、情報の、情報を伝えるところです。これは文系とか新しい言葉とか漢字について、えー、伝えるビデオを作ることができます。それからそのビデオの中でタスクの指示、教室でどういうことをやるかの、えー、説明をすることもできますね。そして学習者の人数が多いときは文系練習も、えー、この反転授業のビデオの中ですることができます。はい。えー まずその一番目が知識の伝達ですね。その中の最初は文系です。これがそのみんなの日本語の第3課だったかなの文系の一覧ですけど、例えばこれは何とかですっていうね、その形、まず最初に形を教えますね。そしてその意味、それから場面ですね。場面は、これはですね、あの、とてもあの、えー、と、いつも質問が多いので、もう詳しく話しますけど、 この場面の中には、どこで、誰と誰が話をしているのか、そしてなぜ話をしているのか、えー、そして、あの、例えば電話で話をしているのかとか、紙でね、手紙に書いているのか、あるいは実際に会って話をしているのかとか、そういうどうやって話をしているのか、そういうこともはっきり設定して、そしてこの例文を作ってください。はい、えー、それからもちろん、新しい言葉もこのビデオの中で、えー 説明したりすることができますね。はい。これもみんなの日本語の第三課の新しい言葉です。で、その、えっ、ー、と、新しい言葉を教えるときには、写真をね、使うととても便利ですけど、このピクサベイとか、パクタソというウェブサイトは、えー、著作権コピーライトフリーの写真がたくさんあって便利です。はい。それから、知識の伝達の三つ目は漢字ですね。漢字はもちろん最初に形について、 説明しなければいけません。漢字の場合は部首とか部分がありますね。そして意味、読み方、熟語。熟語というのは、2つとか3つの漢字が1つになって、1つの言葉を作る。そういうものが熟語ですね。そしてもちろん例文も必要です。最近はですね、手で書かないで、パソコンであの、漢字を書くだけの人が多いので、そういう場合は、止め跳ねとか書き順は えー、反転授業のビデオで説明しなくてもいいと思います。えー、それからタスクの指示ですね、えー。反転授業ではなくて教室でね、授業で実際にどんなことをするかっていうときに、えー、その説明をビデオの中で話しておくといいと思います。例えば、新しい、新しい言葉の意味をこの辞書 .org で調べましょうとか、あるいはその、えー、と、インスタグラムでね、あの、 手帳の写真をシェアしている人を見つけて、えー、で、コメントしましょうと。で、それを LMS でシェアしてくださいとか、そういうタスクの指示も反転事業の動画ですることができます。えー、辞書 .org はこういうウェブサイトですね。とても便利なウェブサイトです。はい。で、 えー、3番目が文系練習、えー、つまり練習をすることですね。まあ、学習者の人数が多いときは、反転授業のビデオで練習をしてもいいです。で例えば、これは辞書ですっていうね、えーあのー、文系の練習するときには、まず聞かせる、先生が話したり、あるいは、あの先生がこれを読んで、あるいはその英語でそれを説明するとかね。そして繰り返し、これは辞書ですと先生が言ったら、学生がそれを言います。 その後は代入練習。先生が辞書と言ったら、学習者がこれは辞書ですというふうに文を作ります。しかし、反転授業では、教師は学習者の声を聞くことができないので、フィードバックもできませんね。ですから、人数が多いときは動画で練習してもらいますけど、人数が少ないときは教室でやった方がいいと思います。 はい。最後に漢字の空書きですね。空書きというのは木曜日の木という漢字を説教えるときに、1、1、2、3、4。こういうふうに、えっ、ー、と、えー、空中に書く。これが空書きです。これも、えー、反転授業のビデオですることができますね。はい。えー、次のビデオでは、反転授業でできないことは何か。それについてお話ししたいと思います。フィルミレンゲー。